JR 北海道が山水車として使用した車両国鉄滝42,750軽貨車は1981年に製作された石油類専用の32トン石貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に車席を承継された。 本形式は1981年8月5日から同年11月28日にかけてに日本車両製造を呼び秩父鉄道にて145両が多岐9800型より改造され落成した。本形式の種車である多岐9800系の専用種別は石油類で本形式と同じであるが多岐9800型は C10 油など高比重。 高粘度の油脂を輸送するための車両であり、タンク内部には高圧蒸気を通す加熱管を装備していた。それに対して本形式は軽油、灯油など、比重の小さい輸出専用とされた点が異なるため、改造に際して加熱管と点検口の撤去を行ったが、タンク体自体は継続使用したため、比重が小さくなった分過重も32トンに軽減された。 化製品分類番号、年31が表記された。200方式はマンホールによる上入れ、都質管による下出し式である。都色は黒であり、全長は 12,020mm、全幅は 2,740mm、全高は 3,877mm、台車中心間距離は 7,920mm、 自由席は40.5立方メートル、自上は16.7トン、換算量数は、席車5.0、空車1.6、最高運転速度は、時速75キロメートル、台車は、ベテンドルフ式の TR41C である。落成当時の所有者は、全車日本石油輸送であったが、一両が2000年、北海道旅客鉄道に譲渡された。JR 北海道では、 改造の上下機のレール膨張対策のための散水車として使用され、専用種別を水として、車体下部の取り下ろし口を遠隔操作で開閉可能な構造に改造して、走行中に散水の開始、停止を容易に行えるようにした。1987年4月の国鉄分割民営火事には多機42,858、 を除く144両が JR 貨物に継承されたが、1992年度から淘汰が始まり、1995年度末時点では112両が現存していたが、JR 貨物では最後まで在籍した4両が2001年9月に廃車、JR 北海道所有者は2014年7月7日に廃車になり形式消滅した。ありがとうございます。